皆さん、ドラキャ好きですか？どうも、青ゲームです。今回の動画は2022年も終わるということで、2022年に個人的に衝撃的だったドラ系ニュースをランキング方式で発表していきたいなと思います。皆さん、2022年で気になったドラ系のお話はありましたか？最後まで動画見てもらって感想などコメントで教えてください。ドラクエアプリの売り上げがすごいということなんですが、無課金でね、遊ばせてもらってるので偉そうなこと言えませんけども、マジで売り上げがえげつないです。ドラクエのスマホゲームっていろいろ出てますけども、ドラクエウォークがとにかくすごいです。2022年の売り上げなんですが、なんと2022年1年間で約281億だそうです。これちょっとビビりません？これとあるサイトに書いてあって、たまたま見たんですけども、声出して驚きました。1ヶ月間の売り上げはほぼ20億を超えてるそうで、2022年10月なんて31億だそうです。そりゃゲーム会社はですね、スマホゲームを作るわけですよね。そんなにドラケーウォークが儲かってたんですね、知りませんでした。皆さん、ドラケーウォークがこんなにすごいのって知ってましたか？ただサーバー代とかとんでもない金額がかかるそうなので、まあ、純利益がどんなもんなのかは分かりません。まあとにかくね、ドラクエウォーク人気が凄ましいっていうお話でした。他のドラクエのスマホゲームはというと、ドラクエタクトは2022年1年間で約117億円だそうです。これもね、すごい金額で驚いたんですが、スマホゲームで一番稼いでるゲームって何だと思いますか？調べてみたんですけども、パズドラでした。その驚異の売り上げ、なんと2022年1年間で約570億円だそうです。パズドラって10年くらい前から人気じゃなかったでしたっけ？スマホゲー一発あったら安泰ってのは本当みたいですね。僕はドラクエ10オフラインとても楽しみにしてたんですけども、ドラクエ10オンラインを遊んでる方は買わない人多いだろうなと予想してました。ドラクエ10オフラインで遊ぶならドラクエ10オンラインを無料で遊べるしなと思ってたんですけど、まさかの売り切れ。ダウンロード版はもちろん買えたんですが、店頭のパッケージの方が売り切れてて、ちょっとね、ネットで話題になりました。そんなに売れてるんだって、ちょっとね、嬉しかったです。気になる売り上げなんですが、初週販売本数はスイッチ、プレステ4、プレステ5の3機種合計で22万本だそうです。12月24日現在の総売上は約24万本だそうです。これね、初週の売り切れがなかったらもっと売れてたと思うんで残念です。なんとパッケージ版がほぼ売り切れだったそうで、スクエニが想定してた数よりも売れたってことでしょうか？ってことはドラクエ10オフラインは成功したってことでしょうかね。2023年の春頃にはバージョン2が出るので、もう少し売り上げは伸びると思います。サブイベとかいろいろやってると100時間以上は遊べるので、気になる方はね、購入してみてください。バージョン2に出てくる勇者姫アンルシアの人気次第で売り上げも一気に伸びるかもしれません。僕はまだね、レベルカンストしてないので、バージョン2が出るまでに終わらせたいなと思います。12月9日発売ドラゴンクエストトレジャーズの売り上げがですね、伸び悩んでます。初週売り上げが約14万本ということで、なんとリメイクのドラクエ10オフラインよりも売り上げが低くなってしまいました。2022年年末の話題作になるかなと思ってたんですけども、ちょっとね、残念です。12月24日現在の総売り上げは約17万本だそうです。素人なんで分かりませんが、シリーズものにするには売り上げ的にちょっと厳しい感じでしょうか。もちろん僕は買いました。面白いんですけども、この作品当初はモンスターズとして開発されていることが発表されて、モンスターズ最新作がついにということで、ネットではね、大変話題になりました。その後何かいろいろあったみたいで、モンスターズとは違う作品、ドラケトレジャーズとして発表されました。カミュとマヤのモンスターズ新作として出した方が売れたのかなと思います。現在ね、モンスターズの新作は別に作ってるみたいです。この作品普通に面白いと思います。モンスターズのアクション要素が強い作品を作りたかったんだなって感じでしょうか。ただカミュとマヤのモンスターズがやりたかったって人が多かったのかなって気がします。クリスマス需要、年末年始で売り上げがもうちょっと伸びるかなと思います。まあでもね、ゲームの面白さは売り上げだけではないんですけどね。モンスターも可愛いし、マヤもね可愛いので、興味のある方は体験版があるのでぜひやってみてください。
2022年の24時間テレビにてドラゴンクエストシリーズの音楽を生み出した作曲家杉山浩一先生のドラマ杉山浩一物語ドラゴンクエスト序曲知られざる誕生秘話が放送されました。僕は YouTube の方でドラマは流せなかったんですが、生放送でね、皆さんとリアルタイムで見させてもらってとても感動したのを覚えています。杉山先生役の俳優安田顕さんが素晴らしかったですね。特に感動したのが、勇者とはどのような人なのかとの問いに、堀井裕二さんは勇者とは諦めない人のことと語ったシーン、この話などをもとに杉山浩一さんは序曲を作ったとされています。勇者とは諦めない人のこと、このセリフ皆さんどこで聞いたのか覚えてますでしょうか。ドラクエイレブンのセレンさんが魔族に襲われながらも勇者を逃がす際に勇者に言ったセリフ、勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。ドラクエイレブンの名シーンの一つです。泣いてしまった方も多いんじゃないでしょうか。ドラクエ1制作時に語られてたセリフが31年後のドラクエイレブンに使われてるってすごいですよね。しかもドラクエイレブンがロトシリーズだということ、ドラクエ1よりも前の話だということ、ドラクエイレブンは原点回避をしつつ進化するってテーマがあったんですが、これ偶然ではなく狙ったんでしょうね。本当にドラクエって素晴らしい作品だなと思いました。最近ドラクエ12の動画を出すことがあるんですが、コメントに杉山浩一さんの BGM じゃないのが悲しいとコメントが来ます。公式サイトに制作中のドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎の作曲が最後の仕事となりましたと書かれているので、ドラクエ12は杉山浩一さんの BGM が使われているのでご安心ください。きっとね、素晴らしい作品になっていると思います。発売までね、楽しみに待ちましょう。それでは2022年総まとめ、衝撃的だったドラクエニュース第1位は、2022年ドラクエの日に新作の情報がゼロ。これはね、本当にショックというか期待値が高かったのでがっかりしてしまった人多かったなと思います。2022年のドラクエ関連の出来事で個人的に一番印象に残っている出来事です。去年2021年のドラクエの日はどんな内容だったかというと、ナンバリング最新作ドラゴンクエスト12制作発表、ドラクエ3HD2D リメイク制作発表、ドラゴンクエストトレジャーズの話、ドラゴンクエスト10オフラインの話、インフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険の話、今見ても強力なラインナップだったと思います。それはね、期待しちゃいますよね。2022年のドラクエの日は1ヶ月ぐらい前から生放送があるのか毎日チェックしてました。生放送がなかったのであれって思ったんですけども、ドラクエの日に動画が出まして、その内容がほぼドラクエアイランド、スマホ版ドラクエビルダーズの配信開始、ドラクエ12制作頑張ってますって話、これだけでした。まだね、発表できない段階だったのかもしれませんが、それでも少なすぎませんって落胆したのを覚えています。ネットもね、ちょっと何もなさすぎてざわつきました。ドラクエ12の続報とかドラクエ3HD2D の続報とか期待してたんですけども、残念なことに続報はねありませんでした。僕もね、動画作ろうとメモ帳を開いて動画見てたんですけど何も作れませんでした。来年ね、2023年のドラクエの日にはネットがね大いに盛り上がるサプライズをお待ちしております。皆さんいかがでしたか。2022年総まとめ、個人的に衝撃だったドラクエニュースを語らせてもらいました。来年のねドラクエの日頼みますよ、スケニさん。皆さんね、2022年のドラクエで気になったお話などあればぜひねコメントで教えてください。最後まで動画ありがとうございました。チャンネル登録高評価などもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。